チャンドラヤーン1号は、インド宇宙研究機関が2008年10月22日に打ち上げた月探査機である。チャンドラヤーンは、サンスクリットの語彙、チャンドラとヤーナによる合成語をヒンディ語読みしたものであり、直訳すると、ガツの乗り物という意味になる。その搭載機器によって月面における水の存在を確定的とする成果を上げた。 インドの宇宙機関が初めて打ち上げた月探査機である。1999年にインド宇宙研究機関は政府に月探査プロジェクトを提案し、バジパイ首相は2003年8月15日の独立記念日演説において、2008年までに探査機を月へ送ることを国民に向け発表した。歌詞、近赤外線、低エネルギー X 線、高エネルギー X 線の 各領域における詳細な月表面の観測を行うことが目標とされた。そのペイロードには11の観測機器が搭載され、そのうち6つはアメリカ航空宇宙局や欧州宇宙機関、ブルガリア科学アカデミーによるものである。打ち上げにはインド国産ロケット PSLV のブースター、増強型である。 PSLV-XL を使用し、アーンドラ・プラデーシュ州のシュリーハリコーターにある、サティッシュ・ダワン宇宙センターより、2008年10月22日午前6時22分に、打ち上がられた。打ち上げ後、ロケット分離及び、初定軌道への投入に成功し、打ち上げは成功した。この後、地球周回の月繊維トランスファー軌道周回などを、経て、 11月8日に月周回軌道へと投入、その後軌道調整を経て、11月12日に高度100キロの月周回極軌道に入った。ミッション期間は2年間を予定していたが、2009年7月中旬に姿勢制御用スターセンサーが故障したことからミッションを1年余りに短縮することが検討されていた。その後8月29日に通信が途絶し、 一年、足らずで公式にミッション終了が宣言された。観測チームはミッションの95%は達成されたとしている。搭載機器の一つは探査機本体から切り離して月面に投下されるインパクター、ムーンインパクトプローブであった。2008年11月14日、ネルー初代インド首相の誕生日でもある、この日を期して、 探査機本体から切り離されたインパクターは固体ロケットモーターで制動噴射を行い25分後に月の南極に近いシャクルトンクレーターに衝突した。これによってインドはアメリカ、旧ソ連、日本、欧州宇宙機関に続いて史上5番目に人工物を月面へ到達させることに成功した。月面鉱物マッピング装置ムーンミネラロジーマッパーは水分子と ヒドロキシ元によるスペクトル吸収を月面の後半より検出した。NASA はこのチャンドラヤーンの観測結果とそれ以前のカッシーにエポキシによる観測結果を総合し月における水の存在が確定的になったとしてサイエンス誌2009年9月24日号において発表した。さらに NASA はチャンドラヤーンの小型合成解剖レーダーによる 観測を解析した結果として、月の北極付近に分布する永久影を持つ40のクレーターにおいて、総計6億トンの水が存在するという見積もりを発表している。M3 の観測データ当初はロシアが提供する予定の月面着陸機と探査車を搭載し、2014年頃に打ち上げ予定であったが、その後ロシアの計画離脱によって、 インド独自の月面着陸機と探査車を開発することとなり、改めて2016年から2017年の打ち上げを目指すこととなった。さらに続く、チャンドラヤーン3号で月面からのサンプルリターンを行う構想もある。ありがとうございます。